えー、おはようございます。9月19日木曜日朝6時の相場解説です。えー、FX オリギャルヒの皆様には3時間ほど前に、えー、深夜3時のまさにね、材料が今行われてますよっていう瞬間の動画をお届けしました。FOMC の発表、そしてパウエルさんの記者会見、荒れましたね。今ご覧いただいているのは1時間足なんですけども、この下髭を大きく出した陰線、 これが、えー、FRB の発表の時です。で、それが終わって次の時間、パウエルさんが記者会見をしている時に反対方向にドカーンと行きましたね。ね、こんな動きをするわけですからポジションを持つのはとっても怖いと思います。もちろんね、利上げの発表ってことで飛び乗って飛び降りるってことは深夜3時に目を覚ましていた方はできますよ。でも、私服の深夜労働だと思いませんかむちゃくちゃ。 稼げただ、やっぱり私の放送は基本的にテクニカルでどのように安定して利益を上げていくかってことが大筋のテーマなんで、えー、こんなね、FMC の発表とかパウエルさんの発言に乗っかってギャンブルみたいにえいやって稼ごうっていうことはあんまり推奨しておりません。ただし可能ではあります。えー、コンサルの方にはね、その辺をしっかりとお伝えしてるわけですけども、昨日の相場解説でここが跳ね上がってね、それから 反値戻しっていうのが起きましたよと。でも結局深夜に FOMC などの発表があるから水曜日のマーケットと木曜日のマーケットは全く違うものになりますよってことで、えー、誤破産っていうね、えー、そういった言葉を使って解説しました。まさに誤破産になったでしょ。今日の1時間のマーケット。まだ落ち着きは戻ってませんけども、昨日の動きとは全く違った形になったと思います。ね。激しいですよね。 ここまで大きな陰線とか陽線ってのは、まあ、ついぞ出てこなかったわけですから。まあ、そういったこともね、あのー、今日のテーマ、金利0.5発表で大荒れ、その後どうなるってことでお話し,しようと思います。今日も難易度は多コございますんで、トレードを無理にしないようにしてください。はい。それでね、午前中に落ち着けばいいなと思いながら、冷やしを見るわけですけども、これが冷やしです。ずっとね、下落のトレンドで来ていたものが、ついに大きく、 ドカーンと、冷やしですら、移動平均線の上の方に出ていって、下髭を大きく出して、このような形になりました。これ、ワンデーって書いてますけど、4時間ですね。ちょっと失礼しました。これは4時間なんで、ちょっとキャンセルしましょう。えーと、間違いがありましたね。これがワンデーではなくて4時間です。すいません、ここで修正させてもらいますね。ついでに、どうやって私がね、この動画を作ってるかってことも、 見ていただければと思います。ペイントっていう標準装備のソフトウェアでやってるんですよ。で4時間って書いてえ、ここをね、ちょっと大きくしときましょう。はい。これは4時間でございました。ということはもう1個の方が 1D かな。こっちが 1D ですね。1日足。こっちの方が1日足です。気づいてよかった。なんかね、妙なあの解説になりそうだなと思いながら見てたんですけどね。こっちが 1D です。改めて。 一日足から説明します。はい。一日足なんですけども、えー、下落のトレンドがずっとあって、で、赤い移動平均線の付近で弾かれて下に行く。赤い移動平均線に弾かれて下に行く。ここは、テクニカル的に言うとね、ライムの移動平均線に立ちが、あの、今、ぶつかって、どこに行くかっていう風な形です。まだ方向性は見えておりません。まあ、だから、ワンデーの、うん、この、何ですかね。 チャートを見たときに、下落トレンドではあるんだけども、でもすぐにどっちの方向に値動きが傾いていくのかってことは分からないってことです。まあおそらく下に行くんでしょうけどもね。今日もだからおおむね142円の192で今価格がね、ついてますけども、141円の方にめり込むんじゃないですか。それがこのワンデーでの下落トレンドでの、まずは方向性位置づけになります。 じゃあ次、4時間を見るときにどういうふうに判定すればいいのかってことですけども、この移動平均線をまたいで上の方に行ったものがね上昇トレンドになるとは考えにくいです、理由は昨日お話しましたけど、もここです、はいで、しかも材料でドカンドカンと上がっただけですから、材料がだんだんテクニカルの方にね押されて、ワンデーに合わせた4時間足っていうのが徐々にできていると思うんで、この移動平均線をぶち破って下に進むんじゃないかなと思いますね。 だからそれを確かめるためにね、本当に下に行くのかなってことを確かめるために今日の午前中があると思ってください。で、最後にもう一回、1日じゃない、1時間足を見ますよ。金利0.5の発表で大荒れしましたよね。その大荒れの痕跡がここにあって。で、今、陽線がズバーンと出たところなんですけども、ここからね、またね、戻しが始まってるところです。で、この戻しがいつまで続くのかなってことなんですけども、それはまだわかりません。で、正確にわかるのっていうかね、 うん、分かり始めるのががまずは日本市場がオープンしないとだから、朝9時ぐらいから動きを見て、あ落ち着いたなと思えば、そこからトレードの組み立てに入ります。だから、タイミング的にはすごく遅いですよ。お昼ぐらいに見えてくるかなってとこなんですよ。で、それも見えなければ、昨日と同じで、あの午後1時とか2時に見えても、もう手遅れなんですよ。だから今日もトレードのチャンスは まあよくてワントライぐらいなのかなと思います、昨日は結局なかったわけでしょ、今日も似たような感じじゃないですか、まあですんで、今週は難しい週っていうふうに、週が始まる前に申し上げたわけですけども、月曜日はお休み、で、火水というふうにね、FOMC の発表があって、日銀政策決定会合ってのも、これから始まりますからね、で、そうなるとね、明日の15時30分から、上田総裁がまだくっちゃめるわけですよ。 でそこでアメリカの金利にも触れて、またどっちつかずとのことを言うと思いますけども、基本的には日本は利上げの方向に進んでますからね、そうなると全体的に130円、9円に向けての円高は、まあ、免れないかなと思いますけども、それを確かめるためにも、今日とか明日っていうのをね、今週っていうのを使っていかなくてはいけないかなと思います。はい、難易度が高いといとう,うに申し上げたわけけですけども 実際にその日が来ても難易度高いままでしょ。だから今週はね、うん、やっぱ難しい週ですよ。来週も似たようなもんだと思いますけども、来週の方が今週よりは結構楽かなと思います。ただ、9月の1週目、2週目のような難易度になることはないと思いますね。はい、それではまた FX 折り合いの方は、後ほどまたお会いしましょう。お疲れ様です。